帝国南極横断探検隊、帝国南極横断探検隊、英文表記、インペリアルトランス、アントクティックエクスペディション、シャクルトン、S エ,エクスペディション、ザエンデュランスエクスペディションとも、1914年8月9日から1917年は、イギリスが20世紀中に派遣した南極探検隊のうち4番目の探検隊である。 南極大陸の初横断を目指し、失敗した。この体験は、文明圏から何千マイルも離れた地で探検隊の船が難破した。あと、隊長であるアーネスト・ジャクルトンとその隊員たちが、英雄的な努力によって南極から生還したことで有名である。数々の書籍が出版され、映画、ドキュメンタリー映像作品も制作された。 摂氏マイナス37度の寒さと乏しい食料の中、南極圏で28人が実に22ヶ月もの間を耐え飲んだ。最終的に、シャクルトン以下6名の乗組員がわずか7メートルの救命艇に乗って南極海を1500キロメートル航海した。その数ヶ月後、シャクルトンは残されたすべての乗組員を救出しに戻り、一人の命も落とすことなく全員が生還した。 探検当時は船舶無線が実用化されてはいたが探検地が遠すぎて通信は不可能であった。さらにイギリスは第一次世界大戦の真っ最中であり行方不明になった探検隊の捜索救出は水な中。この探検の多くの部分は映像で記録されている。九百十一年十二月ノルウェーのロアールアムン線が史上初めて 南極点に到達した。この偉業はイギリスにとって苦いものだった。全く同じ頃に南極点を目指していたイギリス海軍のロバート・スコットを隊長とする極点遠征隊5人が全員死亡したためである。イギリスは都合10年間世界の底へ到達しようと3回も挑戦してたが、わずか35日差でノルウェーに先んじられた。アイルランド人アーネスト・シャクルトンは この3回の挑戦中、1つ目の探検隊、ディスカバリー遠征に参加し、また2つ目の探検隊、ニムロド遠征を率いていた。特に2つ目の探検では、南極点から 180km、115マイル以内へ到達後、食料を不足のために帰還した。これは、当時の最南端到達記録だったので彼は大変有名になった。旅から戻ると、彼は死んだ。 ライオンと結婚するよりも、生きたロバと結婚する方が君にとってましだろうと言って、自分の妻を慰めたとされる。彼は、大失敗に終わったスコット隊、テラノバ遠征にこそ、不参加だったものの、決意は変わらず、その後新たに、イギリスの国旗を、大西洋の南岸ウェッテル海から、太平洋の南岸ロス海まで、南極経由で運ぶという、同じような挑戦をすることになった。つまり、 南極大陸の横断である。帝国南極横断探検隊は、アムンセンが南極点に着いた後、一番初めにイングランドを出発したイギリス南極検隊であった。当時、この異業に挑んだ探検家は一人だけだった。それは、ドイツの探検家、ビルヘルム・フィルヒナーである。彼は1911年、南極横断のために探検隊を率いて、ウェッテル海へ向かい、 都南位78度でその南端であるを発見した。しかし彼は南極大陸本土に基地を設置することに失敗し、陸上の工程を断念してヨーロッパへ帰還せざるを得なかった。シャクルトンの立てた計画は、自ら率いる探検隊でバーゼル湾に向かい底から大陸横断を始める一方で、別道隊に物資をロスタナゴーリへ運ばせて 3000km の 大陸横断業に要する物資集積所を設置するというものである。結果から言うと、シャクルトンの探検隊とロス海シ隊のどちらも途中で遭難した。二つの隊のうちエンデュアランス号でウェッテル海へ向かったシャクルトンのものの方がよく知られている。南極大陸を横断することに加えて、シャクルトンは道すがら科学的調査も実施できるだろうと考えていた。 主な調査計画は以下の通り。シャクルトンは数々の出資者に探検への出資を混成した。最大の出資者はジェームズ・キー・ケアードであり、2万4千ポンドを寄付した。他の主な出資者としてはイギリス政府から1万ポンド、王立地理学協会から1000ポンド、他にタバコ産業界の実力者の娘だったジャネット・スタンコームイコール・ウィルス。 バーミンガムスモールアームズ社のダドリードッカーらがなお、連ねている。イギリス中の多くの学校も探検隊に資金を寄付し、それぞれの学校の名称は探検隊のソリーヌの名前になった。探検隊への関心は非常に大きく、シャクルトンは実に5000を超える参加申し込みを受けた。シャクルトンは必要だった2隻の船を入手し、最終的に選抜された56名は2つの、 グループに分けられた。ウェッテル海へ向かうと、ロス海したいのである。エンデュアランス号は1914年8月9日に、プリマスを出発し、ブエノスアイレスに短期間停泊した後、サウスジョージア島のグリトビ県を訪れ、最終的に12月5日、28人の乗組員と、共に南極大陸の海岸へと出発した。順調に進み、 探検隊は新年直前に南極圏の流氷と遭遇したが、シャクルトンはエンデュアランス号が流氷の比較的開けた場所を巧みに通過したと書いている。1月10日には探検隊は高さ30メートルある巨大な氷壁に到着した。これは南極大陸沿岸のコーツランドを覆っており、1904年にこの領域を訪れた最後のイギリスの探検家であるウィリム スピアーズ・ブルース博士により発見され命名されたものである。二日後、探検隊は何位74度でこれを通過し、目的地であるルートポルド海岸のすぐ北にある港の地へ移動した。シャクルトンは新たに発見した、この海岸線を探検隊の最大出資者、ジェームズ・キー・ケアードにちなんで、ケアード海岸と名付けた。1月に入ってからは、 航路を氷に阻まれ船の進行は大きく遅れた。最終的には1月17日頃に前進したのがエンデュアランス号の最後の前進になった。周囲を氷で閉ざされたのだ。それから数週間というもの、数百ヤード先で氷が開けるのが見られたり、また、船体周辺の氷が少しの間緩むこともあったが、ほとんどの間開票で身動きが取れなかった。 船を解放する努力も無駄に終わり、1915年2月末頃には計画を変更して船で越冬することとした。開票のため航行不能という状況は今となっては絶望的に見えるかもしれないが、後にシャクルトンが書いたものによると彼は船が動けないことは当初深刻に捉えていなかった。彼は船を取り巻く氷が 問題になるかもしれないと分かっていた。しかしその一方で極地の船が氷に閉ざされても、最後は解放されることも割とよくあると知っていた。はじめのコロシャクルトンが唯一悔やんでいたのは、南極の次の春に陸上探検を開始する際にもっと都合がよかろうと思われる場所へ、船を早いうちに止めておかなかったことだった。しかし、潮流は船を確実に氷と一緒ににしか。 期たいと教えると思われた。ほどなくそうした懸念は現実のものとなった。氷に閉ざされている間、エンデュアランス号の船長フランクワースリーが図に記録していた探検の深度によると、船は2月にはわずか数マイル流されただけだったのに、それ以後の流氷は北上を早め、エンデュアランス号をルイトポルド海岸から遠くへ、遠くと引き離した。このためシャクルトンは次の季節に大陸を、 横断するという野望は早々に捨てた。しかし、最後には戻るという望みを抱いていた。1915年5月、南極の太陽が冬前最後となる日没を迎え、エンデュランス号を閉じ込めていた不評の広さは、その時点でおよそ数平方マイルに広がっていた。当初は、冬が緩むか最悪でも終えてる海の北端まで、流される頃には、氷は割れるだろうと推測されていた。 しかし、南極の春が近づき、やがて実際に訪れるにつれて、氷から解放されるのはそれほど容易ではないことが明らかになった。氷が割れるにつれて、巨大な不評はバラバラになっては、集まることを繰り返し、乗組員の力ではどうにもできない巨大な力で押し寄せてきた。早くも7月には、シャクルトンは、船長のワースリーに、エンデュアランス号は、 氷から脱出する前に壊されてしまうに違いないと伝えた。エンデュアランス号は当時の局地戦としては大変頑丈にできていた。しかし10月24日、船の右舷は大きな不評に強く押し付けられた。氷による船体側面への圧力は増大し続け、ついに船体は曲がって裂け始めた。続いて、氷の下から海水が船へ流れ込んできた。 船の録材が折れた時はものすごい音が立ち、後に乗組員は大きな花火の爆発と砲撃のようだったと述べた。その後乗組員は海水をポンプで排出しようと休まず試みたが、数日後の10月27日にはシャクルトンは船の放棄を決断した。その後の数週間のうちに乗組員たちは船からできる限りのものを運び出した。 当初は置き去りにされた写真やカメラがこの時に運び出されたことは特筆すべきことである。一部が浸水士氷に圧迫され続けていた船は、もはや沈没を逃れられないのは明らかだった。そして1915年11月21日、南緯69度00分、成形51度30分の地点において、エンデュアランス号は氷の下へ沈んでいった。 船の物資なしでは、計画されていた探検を続けるのは、もはや不可能である。今や主たる目的はイギリスへ帰還することそのものになった、とシャクルトンは周知したので、彼は当初、乗組員をポーレット島へ向かわせようと計画した。同等は、15年前に、付近でスウェーデンの探検隊の船が沈んだ際、避難先とされたことがあったのだ。 彼はこの島が西へわずか4 5 0トル行ったところにあると信じており、その程度の距離なら十分到達可能と思われた。彼らはもともと南極大陸全体を横断するに足りるだけの物資を持っていたからである。しかし、いざ旅を始めてみると、すぐさま問題が噴出した。救命艇と物資を引いていけるような平らな地表がなかったのである。 海氷の表面に水平方向の圧力が加わると、海氷はねじ曲げられて、上へと積み上がり、大きな圧力流起を形成し、その高さはしばしば3メートルに及んだ。さらに気候が暖かくなり、海流が探検隊の位置を北へと押しやるようになると、流氷は薄くなって、亀裂を生じ始め、犬ぞりでの移動の危険性は増した。シャクルトンは2回にわたって探検隊を陸へ、 進ませようとしたが、慎重に進んだため速度が遅すぎた。ある時は7日間でわずか 18km しか進めないこともあった。もはや必要な距離を移動するための物資もなくなったことから、シャクルトンは当初の決定を取り消し、探検隊員たちは氷上にテントを張ってキャンプすることとした。物資不足の原因は探検隊の負担を軽くしようとしたためとはいえ、 船にの多くを船に置き去りにして来ていたことにあった。物資不足を受けて、一行は後々に備えて、持参の保存食には手をつけ、アザラシやペンギンを主要な食料とした。また、あらゆる燃料をアザラシの死亡で賄った。しかしその後、氷上のアザラシやペンギンはどこかへと消えてしまったため、食料の割り当ては対応して減らされ、最終的にソリーヌスら食料とした。 1916年4月9日、不評が避けて、タイのキャンプが2つに分断されたので隊員たちは、全員救命艇に乗り移り、結果的に移動力が増した。これにより、隊員たちを島へ向かわせることが可能になった。これならいつか助かると確信しつつ、シャクルトンは、どこへ向かうべきか、可能な選択肢を検討した。 最良の候補地は三百キロメートル西方にあると思われるディセプション島だった。そこには難破した船員のための救難物資だけでなく、木造の小さな境界があるはずだったので、探検隊の大工がこれを解体すれば救命艇を改良するのに使えると思われた。他の候補地としては、三月頃には水平線上に現れたエレファント島ともあった。しかし多いのない救命艇は、 氷上でのキャンプに比べてはるかに過酷な環境だった。救命艇では、アザラシの肉や脂肪はおろか、氷でさえも手に入れるのが困難だったのである。また夜の気温は、摂氏マイナス30度まで低下し、隊員たちは常に海水でずぶ濡れだった。多くの隊員が、闘症にかかり、士気は、かつてなく低下した。このためシャクルトンは最も近いエレファント島へ向かう。 他に選択肢はないと考え、7日後には彼らはエレファント島に到着した。エレファント島は、むき出しの岩や雪、氷でできた完全に不毛な土地で、救助を待つには適さない場所であった。島の海岸部には、アザラシやペンギンが、比較的豊富に生息していたものの、どのくらい持つかは予測しづらかった。急速に迫りつつある、南極圏の冬という懸念材料に加えて、 島は探検隊が元々計画していた深度からかけ離れており、付近に他の船が通る通常航路もなかった。したがって救援であれ何であれ他の船に出会える可能性は恐ろしく低いと考えられた。よって今すぐ救命艇に毛の生えた程度の船で1 5 0 0トル航海し、サウスジョージア島へ引き返さねばならないことははっきりしていた。 ジェームズ・ケアード号の船旅は、隠して観光された。シャクルトンがわずか7メートルのボートで渡るその海は、世界でも最も苦難に満ちた海域に属すると評されている。シャクルトンは後にこの地域の暴風はほとんど止むことがなかったと書いている。シャクルトンがエレファント島を出発した位置は、南位61度にあるドレーク海峡の南側境界であり、目的地は、 南位54度にあるサウスジョージア島である。ジェームズ・ケアード号の乗組員はまさにクルー50度のど真ん中に置かれることとなった。シャクルトンは4週間分以上の物資を船に積むことは拒否した。なぜなら、それまでに陸地についていなければ、船は間違いなく壊れているからである。シャクルトンと乗組員たちは最も近い陸地から何百マイルも離れた海上で、 船の前兆と同じくらい高い波と常時戦うこととなった。出発の準備にあたり、シャクルトンはサウスジョージア島へ同行する船員を選抜した。一方の手として、ティム・マッカーシーと経験豊富な航海士で勲章を受けた探検家のトーマス・クリーン。もう一方の手を、ジョン・ヴィンセントと探検隊の大工であるハリー・マクニーシュとした。 ハリーは以前トラブルの原因となったことがあったため、シャクルトンは彼をあえてエレファント島に残したくなかったようだ。ハリーは船の改良にすぐに取り掛かった。原則を高くし、流骨を補強し、木材とカンバスで間に合わせの甲板を作り、油絵の具とアザラシの血で防水処置を施した。工法という難しい仕事はフランクワースリーに託された。 正しい航路を維持することは最重要課題であった。目的地を見失えば一行は確実に破滅するからである。悪天候と死刑による大きなうねりにのしかかられる中での航路の維持は難しく、太陽や月と対比した水平線を観測することが頼りだった。800回りの工程で転速で航路を読めたのはわずか4回だけだった。14日後。 乗組員たちの視界に島が認められた。彼らは旅は成功したと感じ、元気づけられた。未知の海岸線へ夜間に上陸することを避けるため、彼らは沖合に戻って朝を待ったが、その頃にはハリケーン並みの強風と共に激しい嵐が吹き始めていた。シャクルトンの乗組員たちはこの大嵐と9時間も戦い、翌夕上陸するまで、かろうじて海上に浮いていた。 しかし他の船はこれほど幸運ではなかった。ワースリーが後に記したところによると、この同じ大嵐により、ブエノスアイレスからサウスジョージア島に向かっていた五百トンの気船が沈み、乗員全員が失われた。同等の人が住む北部沿岸を航行すると、付近を支配する風で沖へ流される懸念があった。そのためシャクルトーンは、ジェームズ・ケアード号を、 風がかなり遮られているに接岸させることにした。目的地である捕鯨基地にたどり着くには、さらに島の内陸を通って、北部海岸を横断する必要がある。しかし、付近の荒れ地と雪と氷河で覆われた山からなる険しい地形は、その当時完全に通行不能でると考えられていた。そう入っても、捕鯨基地の一つへ着かなければならず、結果として、シャクルトンらは、 史上初めてサウスジョージア島を横断することとなった。シャクルトン、ワースリー、クリーンの3人は、他の3人の隊員たちをキング・ハーコン湾へ残し、湾からサウスジョージア島のへ渡った。直線では20マイルほどの距離だったが、決して安時ではなかった。3人は、船の釘をブーツの底につけて、即席のスパイクを作り、テントやまともな装備もないまま、 地図のない山脈を越えるという重要な任務を推し進めた。三十六時間後、よろめきながらもストロムネスに着いたシャクルトンたちは基地責任者の家へ招かれ、彼らに異形の念を抱いた捕鯨船員たちに豪華な食事を与えられた。キング・ハーコン・ワンに残されていたマクニーシュ、マッカーシー、ヴィンセントの三人もその翌日に救出された。 1916年4月末にジェームズ・ケアード号がエレファント島を後にしたとき、そこにはシャクルトンが信頼していた副隊長をリーダーとして22名が残っており、シャクルトンが再び戻ってくる日まで根気よく待ち続けていた。その間様々な逆境に立たされた。シャクルトンの記述によると、彼がサウスジョージア島に向けて出発する前の2週間、 時速70から90マイルの風が吹きすさみ、氷にしっかりつながれていたテントは暴風によって、ズタズタに引き裂かれた。最初に、エンデュアランス号が氷にとらわれたところから1000マイルほど、北上したのに、気温はまだ極めて低かった。ここで生き残るために、残留した隊員たちは残された2つの救命艇を、屋根として使い、海岸の石を用いて小さな小屋を建てた。テントの残骸は、 ずっく壁に作り替えられ、建物を断熱するため側面に雪が積み上げられた。この小屋はよく考えてあったので、頻繁に起こる地吹雪や時折吹くハリケーン並みの暴風にも見事に耐えた。しかしその一方で天候が良くなると、凍らせて保存していたペンギンやアザラシの肉が溶けて、腐り始め、断熱のため積み上げた雪も溶け出して、床が何百ガロンもの塩水で溢れ返った。 実際、隊員たちは、寒い方がいいと思うようになった。シャクルトンは、その後、残してきた隊員たちを救出しようと何度も試み、最終的に四回目にして、ようやくエレファント島へ戻れた。最初の挑戦は、ストロムネスに到着して、わずか三日後だった。使われていなかった、サザンス海号を港で見つけ、シャクルトンは、エレファント島への航行を準備。 地域の捕鯨船員たちも、直ちにこれを支援した。だが、運の悪いことに、いざ船が、目的地エレファント島へ近づいてみると、南極の冬で、不評軍が大きく成長していた。サザンス海号は、最氷船ではなかったので、シャクルトーンは、フォークランド諸島のスタンリーへ引き返すしかなかった。当時のイギリスは、第一次世界大戦で疲弊していたため、向こう半年間は、 公的援助は期待できないと告げられたシャクルトンは、南アメリカで救出に向け努力し続けた。二度目は、ウルグアイ政府から提供された船、インスティチュートでペスカ1号を用い、三度目は、イギリス人、アラン・マクドナルドの援助を得て、個人チャーターした、エマ号を使用した。だが二回目の試みはまたも不評により阻まれて、三回目は、冬のさらなる悪天候に見舞われて、二回の挑戦は、 どちらも失敗した。しかしついに、エレファント島を建ってから4ヶ月後の1916年8月末、シャクルトンは4回目の挑戦でを船長とする、チリ海軍のイエルチョ号を使い、見事成功。エレファント島に取り残された22名全員が、生還した。シャクルトン隊がベッテル海域で苦闘していた頃、ロス海支隊は、大陸王団体の食料補給所を設置するため、 マクマード湾へと進んでいた。彼らの船は嵐により沖合に吹き流され漂流して帰って来られなくなったが、それでも物資を配置するべくロス標報を超えて出発した。1916年12月、シャクルトンはエレファント島で隊員たちを救出した後、続けて取り残されていたロス海死体の救出に向かったが、この時点ですでに3名が死亡していた。これは、 シャクルトンがウェッテル海で遭難したためもはや無用となっていた食料を補給所をそれと知らずに設置し終え避難所に戻る途中のことだった。この広告はシャクルトンが制作し探検隊が編成される少し前にロンドンで発行された新聞に掲載されたと広く考えられているがこの広告が本当にシャクルトンによって書かれたものか意義を負る人もいる。 最近になってあるウェブサイトが広告の原文を探し出した人に100ドルを贈るという賞を設けたが、これまでのところ受賞者はなく、多くの参加者はそのような広告の実在を疑う意見に寄せている。ある応募者によると、この広告はもともと1958年に出版された100の著名な広告の著者ジュリアン・ワトキンスにより創作されたものではないかと思う。 そのリストで、シャクルトンの広告は、第1位とされていたが、ランク入りした他のほとんどの項目と異なって、広告原文の写真は添付されていなかったからである。またある応募者は、本物のお知らせを投稿したが、それは、ジョバグラフックジャーナル誌に、シャクルトンが寄せたもので、数段略文の長さがあった。以上のことに関わりなく、普段の広告文は、シャクルトンと何らかの関係があるものと、 世間一般では考えられているため、この探検家に関する多数の資料において、各たる裏付けのないままこの広告文が言及されている。以下のリストは、隊員の名前、生物年、役割、国籍の順。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。